みっこの部屋にみっこが一人、みっこみっこみほキュメンタリー。こんにちは、みほです。今日から12月。12月もあっという間に過ぎる予感がしますが、ちょっとイベントを盛り上げていこうっていうことで、クリスマスの立体的なカードを部屋に置いてクリスマス気分を味わっています。オープニングで映ったやつです。はい、今日は朝ごはんの目玉焼きを食べた後に病院に行ってきました。どうもここ数ヶ月右肩が痛くて腕が90度以上上がらず、ちょっと角度をおかしな方向に曲げるとものすごく痛くて、これはもしかしたらとっても大きな病気かもしれないと思って、早く病院に行った方がいいかなと思って行ってきました。大きな総合病院だったので結構待ち時間も長くて、1時間半とか2時間くらい待合室で待っていたんですけれども、本を読みながら待っていたので、まあ割とあっという間でした。まあそんなこんなで診察で見てもらって、レントゲン撮ってもらったりして、はい、その結果四十肩という診断でした。はい、お医者さんもちょっと言いづらそうに、四十肩、五十肩っていうとちょっとね、なんかあれだけどもね、なんて言ってもらって、まあまあ私の方はもう四十肩でも何でもいいんですけど、なんというかそういう聞いたことがある病名でよくある感じの肩の痛みなんだなと思って、痛いは痛いんですけどほっとしました。先生が痛いのを和らげるのに注射しますかって言ってくれたんですけど、ちょっとビビっちゃって、大丈夫ですって言って帰ってきました。そんな感じで12月も頑張って生きていこうと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。